どうもエルザです。それではラストオブアスパート2やっていきたいと思います。さてエリー編の続きと、ここ近くに通りがあるはず。まあでもあの感染者倒すにドンちゃんやってたらなんか来たってバレるか。確かにあの前回のアビー編ね。オッケー、サンタバーバラは下の方、コンスタンス2425か。2425、あーガの絵ね。ガの絵はねちゃんと意味があるんだよね。あんだけ大量に描いてる意味がね。実際あのロード画面か、ゲームを始めるときのロード画面1回だけ流れるんだけど、そこでも電気に群がるガの、ガのロード画面になるのよ。メンバーさんは見たことあるかな、ノーカット版の方では。撮ってれば流れるはずなんだけど、ガって再生の象徴だったりするんで、まあね、生き返らないっていう暗示もしてるんだろうけどね。そこにいるはず。はあはあ。嫌だなぁ、なんかね、嫌だね、この辺りはね。これ、降りたら、いや、死なない?お。何もないか。やっべぇ!ごめん、エリー、やっちまったわ。オッケー、一応もう一回見とこ、書いてないからね。ああ、やっちまった。2425か。絶対そこにいるはず。左側かな。いんのか。あー複数いるね。左右、よし、下にいるね。こっちの矢は回収できる?できねえのか。30かサプリメント。でもさ、めちゃくちゃ血まみれなんだよね、ここの感染者。それがめちゃくちゃ気になる。
あやが全然回収しきれねえ。ですよねー。うわー痛い。しまった。ちょっと嘘でしょ。さあ、くそ。あいつ生きてるぞ。ああ、こいつ死に損ないじゃねえかよ。一ヶ月もちゃいいとこだろ。あのさ、今日はもうこれで終わりにしね。そいつを下ろして罠仕掛け直すぞ。マジでさ、こいつ連れ帰る価値あんのかよ。おお、びっくりした。まさか全然平気だよ。ビビったぜ。何笑ってんだ。ちびったんじゃないの。なんだと。マジダッサ。そんなに面白いか。立てよ。おい、余計なことすんな。いいだろ、どうせこいつは死ぬんだしよ。ごめんなさい。誰でも笑えるか。笑えるか。わあ、ナイス。この野郎。何しやがる。アビって言ったよな。そいつ探してんだろ。数ヶ月前に同じ名前のやつを見つけたんだ。あれ数ヶ月前の話か。でかくてブロンドで太い腕の口元に傷跡がある。ガキを連れてた。間違いねえ。見逃してくれたら居場所を教えるぜ。感染が進む前に見つけられるだろう。続けて。野営地の檻に入れられてる。どこにある。あっちにある線路に沿って進めば保養所にたどり着く。捕虜は丸くて高い建物にいる。嘘じゃねえ。まあ結果助かったね。丸くて高い建物。丸くて高い建物。ああ、治療はしたんだ。さすがやね。こいつ銃持ってるぞ。ふざけやがって。まずい。なんで銃手に入れたの。あたりを薬を伝えて逃げたのはあいつだったか確認しないと。感染者に注意してね。
サイレンサースキーサプレッサーは全員プール行きだよ。ここんとこ暴れててな。今月はこれで3回目だ。ちょっと待った。人を置き合い。ゲートのやつらは保ってんでしょ。周り見てきて。他にいないか確かめ。え、武器なくね。ちょっと待ってね。武器サプレッサー付きのやつどこ行った？あった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 。強っ。いやサブマシンガンめちゃくちゃ強え。ショットガン持っといて、とりあえず、まあ、バレたから。さすがに弾ないか。使いすぎた感はある。それにしてもさ、ワンタップでめちゃくちゃ撃つんだよね。ごめんね、ワンちゃん。この新武器はサプレッサー付きサブマシンガンは最後の武器かな。これめちゃくちゃ強えぞ。ずっと欲しかった種類の武器だもんね。サプレッサーがついててっていうね。よし、アビーを助けることになるのか、結果。それとも決着をつけるために助けてやるみたいな感じになるのかな。弾が欲しい。サブマシンガンの弾、医療用回復して拾おうか。ライフル、弾はあったけどこの弾ではない。胞子か。一応感染者はいそうだね。銃が手に入った。次は。いや、ショットガンか。あれ、もしかして貴重すぎてない？そんなバカなことある？いや、そのバカな感じがするな。
で今そこいたよね気がしたんだけど、あいる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 、そしたら、ハマ使い切ろ。多分ね、犬がいるはずなんだよね。どこに来た？辺りを調べろ。近くにいるはずだ。相当しようか。うわ、すげえ、ヘルメットしてる。ないか。そしたらここでお役目ごめんで、しょ、回ってきてくれてるね。そしたら、ああなるほど、あいいとこまで来てくれてるね。よし、さよなら。最高。ヘルメット持ちか。そしたら、行こう。あえてワンちゃんがいないなら、マジか。
強えな、お前。お前強い。痛い。足。んじゃ、さよなら。あいつら戦うもんじゃねえな。ねえ、マジか、あんなに強いか。よし、こっちか。アビーも操作しやすかったけど、エリーもエリーでいいね。あ、戻れなくなった。角待ちしてない？まあでもなんだかんだエリー最後に操作できてよかったけどね。またアビーになったらちょっと泣くけど。やば、うわやば。行け、捕虜か。奴隷制度でって感じだね。じゃあアビーたちはやっぱり無線のやつらは敵だったんだ。どうやって入ろう。ってことは全部ジャックしてる、無線ジャックもしてんだね。やば。ラトラース、マッケンジーを脱走した、したのもう自由の身。夫はあんたらのトマトを取ってて死んだ。私たちは孤独な流れ者なんかじゃない。仲間を連れて戻ってくる。首を洗って待ってな。あー、見せしめね。爆薬が溜まってきた。これの下か。感じないんだ。うっせえな。こうするって約束したんだ。本当呆れた趣味だね。逃げなきゃよかったって後悔してんのか。そうなんだろう。三人か。四人。ああ、これどう行こうか。だってこれ絶対一人やった瞬間。全く勝手に弾変わってる。マジで幹部。敵がいる。流れ物だ。
たいね。とりあえず。痛い。場所を押さえる。とりあえず場所を押さえて。この制作したやつがな、勝手に変わるのがきついんだよな。加減はしない。上にいるけど上の人は役立たずな感じだね。こうなるとね。外す、外していく。上から降りてきた感じか、今の人は。なもん？お前か。あれは感染者か、もしかして。感染者だね。おしまい。なるほど、あいつ全然いい趣味してねえな。よしよしよし。まあエリーもやっぱウルフ潰しただけあるよね。サプレッサーのやつは強化も何もできないんだ。連射速度を リボルバーの連射上げるか。よし行こう。爆発屋は作らない。誤作動っていうか、あれは一番辛いね、やってて。それ以外は問題ないんだけど。まあ開かないよねー。それなりになんかいいもの食ってる感じだね。スパークサウ、なんか
知力がなさそうな感じを分かった。外して上のスナイパーがちょっと面倒だね。ああ、いい距離感まで来たね。いってててててて、よそしてだけだね。はい、終わり。痛そうな声出すね、君。まあ、足まあね、足守ってなかったら足いくよね、そりゃ。当たりばったりで打つのもありだね。物資は潤沢にある。作っておいて。何もない。そこ隠れてんだけど、三角で組まれてますね。どうしましょう。こっちだよ。てな、お前は。弾は終わりだ。痛い。とりあえず
エリーが言った通り全員倒してたね。なんかここぞとばかりに暴れてる気はするな。もうね、そうだね、バレたらやるしかない。バレたらやるしかない。もう選択肢はそれしかないからね。見つけなければいいものを見つけてくるからねえ。さてさて、こんなもんかな。あんな感じね。じゃあ降りてさっきのところ行く感じか。ま、結果 OK かな。そしたら、どうだろう、どっちからやろうかな。うちが、まあ中からかな、やるなら。やられると思った。スーッとね。で、はい、一人始末。君じゃない。そう。じゃなかったの。だよね、そっちの奥にいるよね。あー、弾切れたー。あー、撃つか。
あれ、あと一人いなかったっけ。足隠れてたねー。あぶねー、おーあぶねー、いい隠れ方するじゃん。痛かった。もうずっと戦ってるよね。さあ中に入っていく感じだね。じゃあちょっと長くなってるんで今回ここまでにしましょう。はあ、なかなかやな。バレたらやるしかないからね。あー、すげえ顔になってる。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。動画を見てる方はここまで、メンバーの方はこのまま続きやっていきたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたねー。